ばすぎなるほどな。グーさっきから何見てるの？最近流行りの遊園地を見てるんだぜ。どうしてまた遊園地なんか？決まってるだろ、葵ちゃんとジェットコースターに乗って吊り橋効果でドーンだ。吊り橋効果でドーン？割り橋効果ってなんだっけ？吊り橋効果ね、恐怖で心臓がドキドキするのを恋していると脳が勘違いするってやつだよ。そう、とにかく葵ちゃんと付き合うためだ。なるほど、遊園地か。ふっふっふ、ペケペケランドを作る。僕がマスコットになって人気者になる。みんなが僕にメロメロになる。地球中よーし、遊園地を作って地球は僕のものだ。ゴー君、遊園地ならこのペケッツ様に任せたまへ。ほんとか、さすがペケッツ。早速葵ちゃんを誘ってくるから頼んだぜ。あ、ちょっとゴー恩人。嫌な予感しかしない。本当にある世界のヤバいジェットコースター参戦。ゴーンジ君、本当にこんなところに遊園地なんてあるの？大丈夫、きっとすごいジェットコースターがいっぱいあるんだぜ。楽しみ、早くジェットコースター乗りたいな。一緒に乗ってくれるお友達がいなかったから嬉しいな。まさか葵ちゃんがジェットコースター好きだったなんて思いもしなかったぜ。今日こそ葵ちゃんのハートをツッキャンしてやるんだぜ。ペケツに渡された地図にはここら辺って書いてあるんだけど、お、あそこか。ようこそペケペケランドへ。え、これが遊園地っていうか、ルイ子も来てたんだ。どうも。それと僕の名前はペケツ、このペケペケランドのマスコットキャラクターなのです。なーい、何もないじゃないか。これのどこが遊園地なんだよ。せっかく葵ちゃんが来てくれたっていうのに。ちちち、そう焦らないでくれてもへ。ゴー君、この何でも体験ゲートに向かって乗りたいアトラクションを行ってゲートをくぐれば、どんなアトラクションでも体験できちゃうのです。どんなアトラクションでも？またそんなすごいアイテムを。フォーミュラロッサ、さすがペケッツだぜ。それじゃあ葵ちゃん、どんなジェットコースターにしようか。じゃあまずはものすごく速いジェットコースターに乗ってみたいな。待って、じゃあすごく速いジェットコースターの名前を言ってみて。ルイ早く。え、僕？だってこういうのはルイしか知らないだろ。僕を何だと思ってるの？でもまあ、ペケッツにめちゃくちゃにされるくらいなら僕の知ってるのを教えた方がマシだよね。それじゃあ言うよ、フォーミュラロッサ。うっひょー、よーし、吊り橋効果でドーン、いくぜ。わー、どんなジェットコースターなんだろう。なんでこれ、レーシングカーみたいでかっこいいぜ。ルイ、レーシングカーみたいってどういうこと？フォーミュラロッサはアラブにあるジェットコースターで、有名なレーシングカーがテーマのアトラクションなんだよ。だから乗り物がレーシングカーみたいなんだ。ふー、そしてこのジェットコースターは、いやー、速すぎる。このジェットコースターは世界一速いんだ。の、なんだって世界一速いってどれくらい？スタートからたった4秒で最高速度の時速240キロまで出るみたいだよ。おはん、だいたい新幹線の最高速度と一緒くらいかな。速すぎるから虫とか砂が目に入らないようにスカイダイビングと同じゴーグルをつけて乗らなきゃダメなんだよ。なあ、終わったみたいだね。ゴーンジ、大丈夫？葵ちゃんはもう最高。こんなジェットコースター私初めてだわ。久しぶりにドキドキが止まらないわ。葵ちゃんがドキドキだって？これは吊り橋効果がうまくいってるんじゃないか。よし、次だ、次。金高、ゴーンジ、大丈夫？大丈夫だ、これも葵ちゃんにモテるため。だからもっとドキドキするジェットコースターを頼む。もう無理しないでね。ルイ君、私次はものすごく高いジェットコースターがいいな。高いジェットコースターか。よし、それなら金高。はい、早く乗りたい。ごっくり。で、なんだこれ、高すぎだろ。どれくらい高いの？世界一だよ。なんだって？金高はアメリカにあるジェットコースターで、高さが世界一のジェットコースターなんだ。金高は3秒で時速204キロまで加速して、その後頂上の139メートルまで一気に駆け上がるんだ。139メートルってどのくらい？ビルの約40階分くらいの高さかな。ビルの40階？
そう、その高さから急降下するんだ。金高は真っ逆さまに落ちていくのがスリル満点で、さっきのフォーミュラロッサの次に速いアトラクションなんだ。あ、終わったみたいだね。もうダメだ、これ以上乗ったらやばい。もうやめといたら。もう最高、さっきよりもドキドキしちゃった。さっきよりもドキドキした。うん、もっとドキドキするジェットコースターに乗りたい。よし、次のジェットコースタープリーズ、グラビティマックス。ゴーンジ、少し休んだら。顔色悪いよ。大丈夫だルイ、俺は心配ない。それよりも葵ちゃんがドキドキしてる今がチャンスなんだ。でもできればもうちょっと優しいやつでドキドキできるのだろう。もう無理しないでよ。あ、そうだな、今ほどスピードはないけどドキドキするって言ったらあれはどうかな、グラビティマックス。次はどんなジェットコースターなんだろう、楽しみ。ゴンジ君、早く行こう。あ、ちょっとまだ心の準備が。これはどんなジェットコースターなの。これは台湾にあるジェットコースターで。なんだこれ、レールが途中で切れてるじゃないか。うわー、これどうなっちゃうの。ゆっくりと頂上まで登るとその先のレールが切断されているんだ。なんだって。このまま落ちてしまうんじゃないかとドキドキしていると、レールがシーソーのようにゆっくりと下に傾いて真下に向いた状態で停止。いつ落ちるかわからないスリル満点のジェットコースターなんだ。おい、いつ落ちるんだよって、うわー、落ちる。地球にはいろんなジェットコースターがあるんだね。あ、終わったみたいだね。最高、もうドキドキが止まらないわ。もうダメだ、限界だった。そして、すごく楽しかった。今日はありがとう、ゴンジ君。こんなに何度もジェットコースターに乗ってくれる人、ゴンジ君が初めてなの。だから、もしよかったらまた一緒に乗ってほしいなって。葵ちゃん、よかったね、ゴンジ。って、ゴンジ大丈夫、ゴンジ。あれはもう、ジェットコースターだってゴリゴリになった。ゴンジ。ちなみに、この後ペケペケランドはお客さんが一人も来なくて閉園したのでした。ねえ、僕のペケペケランドが、ミッキーマスコットキャラクターになって地球支配の夢か。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけ。